香港中国におけるイスラームの歴史では7世紀の中国へのイスラームの流入から21世紀の現代に至るまでの歴史を外観する。闘争代にムスリム商人を介して中国に広まったイスラームは現代に大きく躍進した。秋世には抑圧を受け現在まで続く寛解対立と呼ばれる。 漢人とムスリムの対立を生んだが、漢語でのイスラーム解釈が行われ、神秘主義の流入とともに改革が行われた。新代には、ムスリムは度々反乱を起こした。新害革命を経て、中華民国の時代になると、イスラームでも改革が行われた。中華人民共和国の時代には、反ウ派闘争や文化大革命などの弾圧を受けた、ものの、改革。 解放政策のもとでは政府によるモスクの修繕などが行われ、現在に至る。中国にイスラームが伝来した年代については、下記のように多くの議論があるが、党の政史である、旧、東初の幻想本義に記されている651年が、定説だとされている。しかし、これには、異論も多いため、説の一つとして記述する。大民一党史や、旧東初、 古脇与法録、民史、また、742年に混流された、聖安大聖神寺の碑文には、隋の要件の知性である、海洋年間に、ムスリムが中国を訪れ、イスラームが伝来したという記述があり、遠藤や田坂によると、これをもって、イスラームの伝来と信じているムスリムも多くいたという。しかし、この年代には、イスラームは誕生しておらず、 したがってこれが中国に伝来するということは、金安土広氏や田坂によるとあり得ないことだという。以下には、大民一党氏と西安大政神寺の文章を引用する。隋海王中、国民参考八三亜的はつかずら思う。し伝えその脅威に中国、大民一党氏外恵比寿、独徳な国及び、隋海王中、その教、水乳を中華、流行三番を転下。 西安大精神寺にある創建精神寺碑587年とする説587年にイスラームが伝来したと最初に、かつ最も詳しく述べたのは、劉佐氏である。彼は、天方至る聖裁録の587年の部分において、中国にイスラームが伝来したと述べている。しかし、劉佐都市は587年の部分で、 ムハンマドが42歳であると述べていたり、ヒジラが599年に行われたと述べており、年号に多くの誤りが見られる。大道にある厚し立て精神寺の碑文には607年にイスラームが伝来したと記されているが、この碑文は西安大精神寺にある碑文の内容とほとんど合致しており、模索とされている。また、上記と同じ理由でこの年代に、 イスラームが伝来するということは考えられない。民末に記された書には、ムハンマドの4人の弟子が、党の武徳年間に中国を訪れ、一人目は、甲州に、2人目は、陽州に、3人目と4人目は、泉州にイスラームを伝え、中国で死去したという記述がある。この説は、党の中頃に始まったとされている。田坂は、この武徳年間には、 イスラームの勢力は微弱で、世界宗教は、愚かアラビアの宗教としての地位すら確立しておらず、従って中国へ宣教する計画がムハンマドにはなかった、はずであるとしている。また、この4人の弟子というのも4人いた政党カリフのことだろうとしている。以下に、西沢に参照されている、書の文章を引用する。独特な国有、間髪特性人、生随回応元年。 門という体験4人、東武則中来町、畜電業中国、一県電京、広州、二県電京、陽州、三県四県電京先州、諸牧七、法域市、海原来という本には628年にイスラームが中国に伝来したと記されている。この上岸二年というのは、永紀二年の後期であるという説がある。また、 甲州にある懐政治の碑文には627年、あるいは628年に、ムスリムが甲州を訪れ、629年に、同地で死去したという記述があるが、遠藤はこれを後世に作られた滅像とし、イスラームは651年に伝来したとしている。しかし、金安度博士において、著者の一人である近畿地道は、この628年とする説を主張している。 北京在住のロシア主教であったパラデイウスが1872年に発見した古代布告には632年にムハンマドの一族が3000人のムスリムを率いクルアーンを携えて中国を訪れたという記述がある。しかし632年というのはムハンマドが死去した年でありこの時クルアーンは編纂されていない。旧登場や通り店、撮付、 元気の永期2年の部分に、オッチュー8月退職国初めて、死を使わし徴行すという記述がある。第三代政党カリフのウスマーンが派遣した施設が、これに当たるとされている。ただし、キン土広市において、広市シ党先は、イスラームと中国の正式な関係が651年に発生したと述べた上で、当時は、交易が盛んだったこともあり。 651年より前からムスリムが中国にいただろうとしている。また、長谷部は同様の意見を述べた上で、象徴的、かつ便宜的に651年を伝来の年とする、としている。西安にある、西安大聖神寺。742年に建立され、中国最古のモスクとされている。2012年撮影。広州にある懐政治とその見慣れと。 1860年撮影。10世紀頃に至るまで中国を訪れて定住したムスリムは不況活動を行っておらず、陸海を通じたイスラームの影響はムスリム商人の公易活動に付随したものにとどまっており、イスラームは軍事的、経済的影響とともに自然に伝わっていった。また文化面でも海海薬学と呼ばれるイスラーム医学、薬学がもたらされた。 東大においては、ムスリムは商人として中国を訪れ、東はカナン、三世、河北や山東に及んだ。元宋の時代までは陸路でもシュゲル客や古人と呼ばれたアラブ商人やペルシア商人が中国を訪れていたが、西域との経済的絶好の直霊を発して陸路が遮断されてからは海路が主要な経路となった。から北宋の時代にかけて、 最もムスリム商人の活動が顕著だった公衆には数万人のムスリムが住んでいたとされ大貿易港となった。壮大になっても陸路は遮断されたままだったがカイロは森していた。東壮大のムスリムはこのように商人が多かったため富豪となるものも多く、西安大聖神寺をはじめ公衆の懐聖寺や泉州の清城寺など多くのモスクが建てられた。 当初のムスリム商人たちは当期に本国へ帰っていたが、次第に永住する者が増え、名前や衣服、飲食は中国化していった。肝心との混結も進み、宋代にはハブシゲル客やゴセイシゲル客と呼ばれる中国生まれのシゲル客も出てきた。当女や旧当女などには、1日5回の礼拝やラマダン、ハラールや金曜礼拝、 その他ジハードについても正確に記されていたが、これらは単にアラブ人の習慣とみなされており、イスラームは宗教としてみなされていなかった。845年には武帝によって道教が国教化され、仏教やマニ教、ゾロアスター教などの外来宗教はすべて首都長安を追放されたが、イスラームは追放されなかった。751年にはアッパース朝との間で、 タラスカ藩の戦いが行われ、当朝は大敗したが、これはイスラームの本格的な闘神には至らなかった。しかし中央アジアのイスラーム化は進み、中央アジア経由で中国に到達するムスリムが増えた。タラスカ藩の戦いの以後、両国は妥協して死者を送り合い、安氏の乱が起こった際には、唐はアッバス朝に援軍を来い、千人余りの援軍が送られた。 彼らは鎮圧後も帰国せず、長安付近に定住した。北宋の時代に記された無形出団に、初めて、海海という名称が用いられた。清涼の時代には、海海という呼び方は広まっていき、すべてのムスリムを指す名称になった。元朝の時代に、北京に設立された東四精神寺。2017年撮影。中国における、ムスリムの勢力は、 元朝の時代に飛躍的に浸透した。チンギスカンによって中国に連れて来られた技術者や兵士、職人などには多くのムスリムがいた。海海と呼ばれた彼らは元朝統治下においてモンゴル人に次いで優位な色目人の地位を与えられ、征服地統治のための長官のもとに配属された。闘争台にはムスリムは長安や商業校に集中していたが、 旧聖火国領の統治を委ねられていた安政王、アナンダが15万の軍勢の大半をイスラームに改修させたこともあり、現代には、官宿や先生、雲南などの内陸部も含めた中国全土にムスリムが住むようになった。こうしたことでイスラームは全国的な宗教になり、中国全土に広がったムスリムの様子を表して、海外は天下に弁視ということわざが生まれた。ただし、 色目人のような一部の上層を除いた多くのムスリムは農業に従事しており貧困に追われていた。軍事面でもムスリムは元朝に貢献した。南層の上用を攻撃した際にはウイグル人の将軍であるエリックカヤが海海砲と呼ばれた大砲の使用を進めた。クビライはペルシアから海海砲の技術者であるアラーウッティーンとその弟子のイスマー・イールを中国に呼び大都で 開会法を作らせた。開会法を用いたイスラーム方兵隊の参加によって乗用は一年で、陥落したまた、岩長はムスリム商人に安全な通商路を提供した。1263年前後、大都には3000世帯ほどのムスリムがおり、ほとんどが不合だったという。現代の外国商人の中では、ムスリムの資本が最も大きく、勢力も最大であった。 文化面においては、東大に伝来した開会医薬学がムスリム医師の訪中と共に発達し、イスラーム医学機関も設けられた。イブンシーナーに代表される医学書の寛役も行われた。他にも天文学において、イスラーム数学の知識が活用され、著しい進歩を遂げた。現代に特権的な地位を得ていたイロメニンは、漢人からの憎悪や反発の対象になり、 韓人の文化とは異なるイスラーム的な儀礼や近畿への別紙も強まった。中国ムスリム研究会は、ここに、官海対立の演言を見ることができるとしている。岩長の後ろ盾を失ったムスリムの権威は失墜し、明朝では抑圧されることとなった。1368年には、春現象により、マタイカン著統制という証書が交付され、アラビア語やペルシア語などが禁止された。 また、1372年には、ムスリム同士の結婚を禁じて、勘化を進めた。これによって、漢語でイスラームを再解釈する傾向が生まれ、海水など過挙に合格して、官僚となるムスリムも現れた。ムスリムは、キリスト教における教区にあたる共謀制度を創設し、共謀ごとに共同教育が行われるようになった。圧倒的多数の海賊は、 アラビア語やペルシア語の経典を読むのが困難になっており、イスラームを解釈するにあたって、共同語と呼ばれる独自の用語や、小二面と呼ばれる独自の文字を生み出した。ムスリムがアラビア語やペルシア語から漢語を話すことになったことは、朝では第二の喪失とされている。抑圧されたムスリムの中には、仏教や道教に改宗する者も,も現れた。秋尾の後半には、 今まで見られていたムスリムの大規模移住も次第に減っていき、1557年の事例を最後に途絶えた。以降、信代になっても大規模移住は生じなかった。しかし、ムスリムの数は着実に増え続け、秋代のムスリム人口は現代の人口を上回ったとされている。また、秋代においてムスリムは文化的、社会的、さらには血縁的にも肝心に近づいていった。 明朝においてイスラームは一つの宗教として認められていたものの、ムスリムに対する経済的な差別や部別的な行為を契機として、寛解対立と呼ばれる対立も生じるようになった。民末新書には中国イスラームに改革がもたらされた。高規定によって解禁政策が解かれたことで西方からイスラームの書籍が輸入され、大太古市や劉佐都市、馬徳信など、 怪獣と呼ばれた儒学の知識を持つイスラーム学者の活動が活発になった。このうち大太古氏が代表的著作である、聖教神仙で、清し、清し、という単語を多く使用したことでイスラームを精神教と呼ぶようになった。また、下記のように神秘主義が伝来して、過度学ぶと呼ばれる教派が誕生したことで、今までは特定の名称がついていなかった。 中国イスラームの最大教派はカディーム派を自称するようになった。スーフィーの活動は11世紀の南宋の時代にはすでに見られており、元朝の時代には多くのスーフィーが中国を訪れたが、個人的な活動に限られており、教派の結成には至っていなかった。解禁政策が解かれたことで東西の交通が再び活発になったことで、スーフィーが中国を訪れるようになり、 また、真っ赤巡礼に赴いた中国のムスリムが神秘主義の思想学説に触れて中国に持ち帰ったことで神秘主義が中国本土に伝わった。新疆ではイシャ者ン派が形成され、また神秘主義の制度と中国西北の封建修法の家族制度が融合し、フフィーヤやジャフリーアなどの角学ぶと呼ばれるタリーカが誕生した。 成長になっても明星と同様にイスラームは一つの宗教として認められており、17世紀までは安定した状況が続いていたが、ムスリムへの干渉や圧迫は次第に強まっていった。また、新朝が行った文庫閉鎖政策は内陸公益や宴会部のムスリムの活動を停滞させ、秋代から経済的地位が低下していたムスリムは、旧会とまで呼ばれた。ムスリムによる、 刑事事件は大親立領によって裁かれたが、権竜年間以降は、海民戦場と呼ばれる、海民を対象とした条例が制定され、漢族よりも一等重い刑が課されることとなった。新朝は、権竜帝の時代に、純丸王国を滅ぼし、中国が初めてムスリムが主流を占める地域を支配することとなった。新朝は、新教を支配するにあたって、弁発を禁じたり、 中国本土からの漢人の移民を制限した。ただし、流罪となって、新教に来ることになった看護ムスリムがおり、現在の新教に住む海賊の源流となっている。新教に住んでいた、チュルク系ムスリムは、こうした看護ムスリムを、ムスリムである自分たちと区別して、トゥンガミや、トゥンガーニーと呼ぶ傾向があった。新教では1760年頃では、解放や、開礼と呼ばれた。 イスラーム法が適用されていたが、18世紀末には、軽微な犯罪は従来通りイスラーム法で裁かれた、ものの重罪は、大真実量で裁かれることとなった。新朝支配下の信教は、安定した状況を保ち、農地は拡大し人口も増加し、新朝の皇帝に信頼を寄せて、忠誠を持って恩義に報いるべきだとする者がいた。しかしその一方で、 京都の支配からの脱却を目指す者もおり、シャリアに基づくジハードを行い、京都の支配を打倒。イスラームの家を実現させようとする運動が起こった。この運動の中核が、かつて東トルキスタンを支配していたカシュガル法。ジャケの子孫であり、1820年代以降、子孫たちは国境奪還を目指して新疆に侵入した。また、これらのジハードは、高感度反国など。 東方貿易の利権拡大を狙った中央アジアのイスラーム諸国も関与しており、新朝は次第に新教の政治的、社会的な混乱を収集できなくなった。1860年代に起こった新教での反乱以降、新朝は新教への肝心の植民やトゥルク系ムスリムへの看護教育を実施し、新教の中国化を進めた。その後、 中華民国期となった1933年には、新疆の最西部で東トルキスタン共和国が成立したが、国民政府軍の攻撃を受け6ヶ月で崩壊した。1945年には、新疆の北部でソ連の支援の下、再び東トルキスタン共和国が成立したが、ソ連が支援をやめたため1年後には崩壊し、共産党に服属した。 成長においてムスリムはたびたび反乱を起こした。1853年から続いた関解対立から来る紛争によって始まり、1856年から1874年にかけて行われた雲南の海民放棄や、1862年に太平天国の乱を機に先制でムスリムが放棄し、それがムスリムが皆殺しにされたというデマや噂とともに波及して、 韓縮や信教でも放棄が起きた。その中でも1864年に、トュルク系ムスリムとカンゴムスリムとの連合で始まった、信教の反乱ではイスラーム法で統治される独自政権が発足した。これらの反乱は1870年代には鎮圧されたが、地方のムスリムの生活とイスラーム文化の衰退を導き、ムスリム社会は没落した。 この同地の乱では1850年代には170万人いた、先生のムスリムのうちおよそ9割にあたる155万人が、監祝ではムスリムの5割以上が、それぞれ死亡したり逃亡したりして犠牲になったという。アヘン戦争の結果、新朝は南京条約において、キリスト教の宣教を認めた。1850年代には、ハドソン・テーラーによって、 中国内地会が組織された。当初、内地会の活動は宴会部に止まっていたが、次第に中国奥地に活動範囲を広げた。その中で宣教師たちは、ムスリムと接触した。宣教師たちは、仏教や道教といった、中国の一通りの宗教や習慣、言語などの訓練は受けていたが、ムスリムに対する訓練は受けていなかった。しかし、1890年代には、 アラビア語訳などの聖書を持ち込んだ。宣教師の報告では、中国のムスリムは、世界のどの地域のムスリムより、福音に近く、有効的であり、非識字者が多く宗教知識にかけており、ナショナリズムも強くないとされた。1906年には宣教師であるサミュエル・ツエマーは、アメリカ合衆国のナッシュビルにおいて4000人の大学生に対して、ペルシャエジプト、 アラビアよりも人口が多い中国のムスリムに対する福音化が重要と説いた。また、世界選挙会議の中国継続イベン会では、ムスリム委員会が設置され、中国のムスリムへの選挙の重要性が強調された。イスラームからキリスト教に改修したものは、婚礼や葬式、記念日や埋葬などイスラームの儀礼をすべて変えさせられた。新末に、 外国勢力が中国へ進出してくると、イスラーム教育の近代化を求める勢力と、アラブでの宗教改革に影響された、イスラーム改革運動勢力が誕生し、それぞれイフワーニー派と聖道道派と呼ばれた。また、海上交通の発達によりエジプトやトルコへ留学する者や真っ赤への巡礼者が増加し、アホンたちは教育制度の革新の必要性を感じた。 王光年を中心とする近代主義派のアホンたちは、北京の牛貝精神寺内に海峡師範学堂を創設した。その翌年には別のアホンたちによって、京視公立精神第一療登場学校が創設された。1925年には、聖通ル市販学校が創設され、1927年には、四川に、1928年には、上海に、威嚇。 男子ファン学校が設置された。しかし、これらの学校は、聖通る師範学校を除きほとんどが、経済的な理由で中断された。1912年5月には、中国発のイスラーム組織である、中国海峡とも深海が結成された。1924年には、上海で、中国海峡学会が設立され、月刊誌を創刊したりクルアーンの刊訳を行って、 ムスリムの啓蒙に努めた。イスラームの近代化は、新教でも起こった。19世紀末に、ロシアのムスリムの間で始まった、ジャディード運動と呼ばれるイスラーム改革で始まった、新方式と呼ばれる教育方式を学んだ者を教師として、1907年には、イリなどに学校が開設され、1914年には、オスマン帝国から、トルコ人教師が派遣された。 しかしこれらの近代化は保守派のムスリムの反対や、新教の小政府主席であった、洋蔵神からの弾圧に遭い、1920年代には、頓挫した。上記の学校教育の誕生で、ムスリムの間には初めて、国家意識やイスラームを信仰する、中国人という意識が生まれ、1906年に、北京でテータ神による命がけで、愛国をして、中華を守ることを、 国民の使命として掲げた、マサムネ愛国法や、1908年の日本に留学したムスリムが結成した、流統精神教育会の機関誌である、正解編など、愛国的な雑誌が創刊された。なお、流統精神教育会の一部は1905年に結成された中国同盟会に加わり、侵害革命において大きな役割を果たしたとされている。孫文は、 中国のムスリムの愛国主義に関して以下のように語った。三民主義は国内の民族を一律平等の解放に先は占めるにある。海賊は中国にありて歴代受けたるところの圧迫は最も甚だしく苦痛最も多く、しかして革命性もまたまた強かった。ゆえに今後はよろしく海民の歓喜に十字市民族解放の革命運動に加入せしむべきである。 海賊は勇敢に向こうをもって犠牲を恐れざるは世に著名なれば、癒しくもよく海民の覚悟を喚起すれば、まさに革命の前途をして、一つの絶大の保障を得せしめる。孫文、不分解喚と書かれた、漢祝の縄文、民国旗撮影。侵害革命の後、中華民国が誕生した。中華民国では、漢、万、もう、海、蔵による五族共和が掲げられた。 独自の民族とされた会には、看護系のムスリムや信教に住んでいた、トュルク系のムスリムなどが包括された。これらを区別する際、看護ムスリムは、カイとトュルク系ムスリムは頭を布で巻いているという意で、まとい統会や、まとい会と呼ばれた。信頼に設けられた、海民戦場といった差別的な立法はなくなり、ムスリムは、海民として、法的には、 完全に平等な地位を得た。しかし、政府は積極的な政策を取らなかったため社会的差別や貧困状態は残った。新朝の時代から、イカや甘縮、青海などの地域では、馬という性を持ったムスリムの軍事勢力の影響力が増大していた。中華民国期の1928年以降は、蒋介石の国民政府と連携して西北部の近代化を進め、 中華民国としての国家統一を目指した。こうした海民軍閥はイスラームの宗教的な権威を取り込んでムスリム社会への影響力を強めており中華人民共和国が成立する1949年まで中国西北部において影響力を及ぼした観光の精神料理店1935年撮影1932年上海の文芸雑誌である 南花文芸に、海峡とはなぜ豚肉を食べないかというエッセイが掲載された。文章全体は、寛解対立を有料する内容であったが、海民別紙の例として挙げられた、ムスリムが豚肉を食べないのは、祖先が豚だからであるという内容の説話が、ムスリムの怒りを買った。上海のムスリムは、全体海峡と大会を開いて、対応を協議し、陳謝や、 在庫の焼却処分などを求めた。南花文芸はこれに応じ、上海のムスリムもこれに満足したためそのまま沈静化しようとしていたが、北京のムスリムはこれに満足せず、中国海峡とも深海と北京海民公会が、河北海民五教団を結成し、北京で5000人規模のデモを行った後に、南京の政府に対しての請願団を派遣した。 西岸団が南京に到着した当日、上海の出版社である北新書局が出版した、小著八回に激怒した数十人のムスリムが、北新書局の営業部を襲撃した。西岸団と中華民国政府は協議の末、海民を重んじて宗教を擁護する胸の通例の発布、南花文芸の定官と北新書局の閉鎖、また、 主要都市の新聞各紙に謝罪文を掲載させ、教科書におけるイスラームは武力で広まった暴力的な宗教という偏見の取り締まりで合意した。これらの合意は国民党、国民政府としては最大限の譲歩と配慮であった。この一連の抗議活動の中で北京や南京をはじめ、 中国西北のムスリム軍人や信疆のウイグル人など中国各地のムスリムが交流し南京では統一組織の設立も協議された。この事件はムスリムの間ではカナン語教案と呼ばれている。その後、1933年には北京の世界日報と公民法という新聞がウイグル人のイスラームに基づく習慣を侮辱する内容の文章を掲載したが、 両方とも定換が命じられた。抗日忠国と書かれた旗を掲げる国民革命軍のムスリム兵士。1930年代撮影。1920年代頃から日本において、満州や内モンゴルの権益の確保やソ連との対決を見据えて、ムスリムを味方につけることを目標として、陸軍や外務省、満州鉄道調査部による調査活動が活発になった。 また、何人もの日本人活動家が中国のムスリム社会に入り込んで工作活動を行った。1937年の六甲橋事件の直後には、天津海協会と北京海協会が設立され、同年の冬には、精神寺で日の丸やイスラム教徒同胞に次ぐという文書が入った袋が巻かれた。1938年2月7日には、 中国海峡総連合会の結成式が挙行され、日本の軍司令部や憲兵隊の代表が出席した。その他、日本軍はムスリムの訪日視察団を派遣したり会、民青年学校や海民小学校などを運営した、ほか、ムスリムの貿易省を宿泊させる海民会館を運営し、日本語教員の育成を行った。1938年6月には、 海峡総連合会に対抗する形で南京政府によって国民政府の擁護、三民主義に適応した行動の促進、イスラームの発揚、ムスリム同胞の団結、公選建国に対する協力を収始として掲げる中国海民旧国協会が組織され、中国全土のムスリムの統一や彼らの抗日戦争への参加、ムスリムと韓族の不平等関係の撤廃を声明した。 また、東南アジアや中東に赴いて、アラビア語での抗日宣伝活動を行った。日中戦争下では、愛国愛教というスローガンは、国民政府側の中国ムスリムたちの間に定着し、クルアーンの第2章190節や第194節に基づいて、神の意志にかなうものとして抗戦が行われた。しかし、日本からの経済的な支援を引き出すために、日本側につき、 積極的に海峡工作に協力していたムスリムもいた。1938年末、こうした新日派のムスリムが真っ赤巡礼に向かった際には、高日派のムスリムもそれを追いかけ、新日派を監視するとともに日本との関係を立つように迫ったという。結局、日本の海峡工作は支持を得られず、選挙の悪化から1941年以降は、 縮小の一図をたどった。日本の撤退後、新日派のムスリムは球断され、中には死刑に処された者もいた。1936年に調整を行っていた中国共産党の公軍は、同心圏に到着した。公軍は、地元のムスリムと代表大会を行い、同年10月20日に、同心精神大臣に集まった300人ほどの、 海賊で、魚海県海民自治政府が設立された。自治政府では、公軍の主張が宣言され、地主の土地を分配した。また、中国共産党の印とアラビア文字、漢字を彫った印鑑が作られた。しかし同年の12月13日に、公軍は同親権を離れた後に、自治政府は攻撃を受け地下活動に移った。皇日戦争を進める上で、 中国西北部に住むムスリムの戦略的重要性に着目した中国共産党は1941年に海外民族問題という本を出版した。この中で共産党は海賊が受けていた差別や圧迫を階級闘争として解釈し、新朝で起こったムスリムの反乱は残酷な階級圧迫と民族圧迫によって起こったとした。そして、 看護和者のムスリムを単一民族として認定した。日本による侵略が拡大すると、河北省出身のムスリムである馬盆栽によって、ムスリムからなる抗日部隊が組織された。この部隊は1937年頃に共産党の指揮下に属し、海民主体として八祖寺軍に組み入れられた。 1944年までに海民主体が参加した、戦闘は870回に上ったとされている。馬盆栽は1944年に病死したが、死去した際には、毛沢東や州恩来、首都区が長寿を述べた。1949年に、中華人民共和国が成立すると、看護ムスリムは、海賊という少数民族としての地位を与えられ、 新疆ウイグル自治区やネーカ海賊自治区などが相次いで成立した。この自治区や自治州、自治県では文字通りの自治は行われなかったが、優遇措置が取られることとなった。国民政府を支持していた海民軍閥やムスリムの知識層は国民政府と共に台湾へ渡った。1953年5月、北京で全国的なイスラーム教会である中国威嚇、 乱協協会が発足した。その後、各地に地方レベルのイスラーム教会が相次いで設立された。これらの教会の任務としては、イスラームの教務活動や教育、人材育成、マッカ巡礼のための組織化などが挙げられる。1955年には、バンドン会議で、州ラ来がサウジアラビアのファイサル首相に、真っ赤の巡礼ビザの申し入れをしたことで、 集団巡礼が実現した。また、同年には、中国医学、乱教協会によって、北京に、中国医学、乱教計画院が創設された。1956年7月、国務院は、カンオイ乱教名称問題的通知を発表し、イスラームは、国際性を有する宗教であり、イスラームという名称は、国際社会で通用する名称である。 今後イスラームについて、海峡という名称を使用してはならず、イスラームと称するべきであるとした。1958年に、ジャフリーアの教主だったバシンブが400人ほどの全国各地のムスリム代表が集まった座談会で、極右分子として公職追放された。これをきっかけに、民衆の宗教活動が停止され、モスクは破壊された。こうした動きに対して、 統合族のムスリムは反乱を起こし多くの犠牲者を生んだ。しかし、その一方で海賊集中地域では義務教育が実現され、衣服や筆、紙などが無償で提供された。1966年からは文化大革命が始まった。都市でのイスラームの活動はムスリムの子供や若い海賊によって強制停止させられ、 モスクは閉鎖された後に工場として転用されたり、民衆によって破壊された。イスラーム的な出版物はすべて停止され、中国威嚇乱教協会も活動を停止した。他にも宗教を罪名として、ムスリムを逮捕したり、養豚を強制されたムスリムもいた。また、1975年には、人民解放軍が海賊の村を取り囲んで発砲し、900人以上が、 殺害された砂治む事件が起こった。1982年には、我が国の社会主義時期の宗教問題に関する基本観点及び基本政策が示され、信仰の自由の保障と尊重が国家の基本方針となった。同年には、ハッチや、ウムラが許可された。また、文化大革命中に閉鎖された、モスクなどの宗教建築は政府資金により再建され、 甲州や泉州などの歴史あるモスクは文物保護単位として保護された。また、北京や銀河は、は蘭州やウルムチには威嚇、蘭境経学院が設立された。他にも、アホンには政府から給料が与えられることとなった。1990年代には、市営のアラビア語学校も開かれ、独自のルートで真っ赤巡礼をする者も,も現れた。その一方で、 許可をを受けていないなななモスクががが増加し、私的な宗教学校が広がりを見せるるようになると、中国政府は宗教活動の統制を行うようになり、モスクや宗教指導者は登録制となった。1989年の天安門事件の直前には、上海文芸出版社が出版した書籍が、食生活や習慣にまつわるイスラームへの部別的な内容だったため、北京では、 ムスリムの学生を中心とする3000人のデモが行われ、蘭州では2万人が、青嶺では10万人がデモに参加した。他にも、ウルムチや上海、内モンゴルや武漢でも小規模な抗議活動が起きた。これを受けて政府は該当書を販売禁止にし、一部は焼き捨てて出版社を閉鎖させた。また、抗議活動の中で一部のムスリムにより行われた。 破壊行動に対しても寛大な処置が取られた。2010年の調査に基づく中国の各省におけるムスリムの割合。20世紀後半から21世紀に入ると、新疆出身のウイグル族を主とするチュルク系のムスリムは、中国政府に対して分離独立運動を開始し、1997年には、新疆をウイグル自治区の委任で、 中華人民共和国建国以来最大規模と伝えられる暴動が発生した。また、2009年には、ウルムチにおいて、ウルムチ騒乱が発生した。他にもトゥルク系ムスリムは2013年の天安門、広場自動車突入事件や2014年混迷駅暴力テロ事件などの無差別殺傷事件を引き起こした。また、同じくトゥルク系ムスリムが、 イズやアルカイダといった勢力と共闘しているという報道がなされたこともあり、中国国内ではイスラームやムスリムに対する警戒心が高まった。サワイによると蒸気のようなことを要因として2016年頃から中国国内ではムスリムに対する風当たりが非常に強くなっているという。中国のインターネット上ではボククロと呼ばれるネチズンによって、 イスラームを信じる海賊やウイグル族は危険といった誹謗中傷やヘイトスピーチが行われているほか、学術界でもムスリムに対する嫌悪が広がっており、沢井は中国国内でイスラムフォビアが蔓延しているとしている。2016年には中国政府は宗教中国化という政策を開始した。これによってモスクのアラブ風ドームが撤去される事例などがあった。 2017年頃からは、新疆ウイグル自治区で多くのトゥルク系ムスリムが強制収容所に拘束されているという報道がなされるようになった。また、トゥルク系ムスリムへの感化政策が強行されているという報道もなされ、世界的な関心を集めた。ありがとうございます。